それでは審査委員長お願いいたします。はい、審査担当している牛山です。今日は演奏してくださってありがとうございます。なんか初出場なんですね。うん、ありがとう。なんか出るかどうか勇気がいったんじゃないかと思うんだけど、出てみてどうでしたか？こういう大会に出るのが初めてで緊張しましたが、とても楽しかったです。はい、ありがとうございます。どういうところが楽しかったですか？本当にね、もっとお客さんがいっぱい入ってたりとかしたらいいんだけど、まだコロナの影響があるから、このぐらいの人数でみんなの応援してくださってる方しかまだ入れなかったんだけどね、うん、どういう時に太鼓叩いて楽しいなって思いますか？2曲目の太鼓返しの時にいろんな掛け声が入っていて、声を出したり叩いたりするために楽しいなと思いました。はい、1曲目の最初の途上のところをやるのってとっても楽しかったです。はい、ね、最初のこう構えてからの一発目とかすごいかっこいいよねそれから新聞松山太鼓林って出陣なんかに比べたら新しい太鼓の楽曲だと思うんですが、途中でバチを回すでしょ。あそこ面白いですよね。すごく練習しましたか？みんなで練習したの？はい、ああ、そっか。あそこなのバチを回すっていうと、それから掛け声がいっぱいあって、松山太鼓林ってすごい水軍太鼓の中でも明るいなんか感じじゃないですか。叩いてるとどんな気持ちがしますか？とっても明るい曲なのでとっても楽しい気持ちになります。バチを回したりそういう仕草や掛け声がたくさんあるところがあるので、すごく明るい気持ちになって気分が良くなります。そうですね、掛け声多いとなんかみんなの表情もパッとこうなんか明るい方向に向くような気がするので、なんか私からしたらもっともっとなんか例えば松山太鼓林の場合なんかはもうもっとみんなニコニコして太鼓叩いてもいいんじゃないかなと思います。うん、出陣はねやっぱりこうこれから例えば行くぞっていうなんか戦いに行く時のものだったり、何かこうすごい真剣さを前に出さないといけないけど、松山太鼓林はなんかもっとみんなニコニコ笑いながら隣同士でこう顔を見合わせたりなんかしながらね、いつも楽しいかなと思うので、いろいろ試してやってみてください。それから初出場ありがとう。もう一回また自分たちで、今のチームでやることはないかもしれないけど、学年変わるからね。だけど太鼓続けてもらってまたこの大会に出てきてください。はい、ありがとうございました。